滋賀県にロケハンに行ってまいりまして、サービスエリアでスタッフの皆さんと昼食でございます。近江牛定食というのがみんななんか食べてはったので、近江牛定食、右に並いで食べてまいりました。やってまいりました。これ左が近江牛なんですね。で右がこれが近江牛コロッケということでございます。ちょっと量多いというのと、まあこの頃体重的に、気にしているので、コロッケ半分と近江牛を、だいぶ照明部の方に、お裾分けというか食べてくださいということであげまして、ご飯は、ノーマルなタイプでございます。で結構なことを煮込んである牛ですね。ここまで味付けして、味濃くしてたらちょっと近江牛か何かというか、まあ普通の肉でもあまり、いや どうなんでしょうか。 やっぱり近江牛だから美味しいのか、という感じなんですが、こんだけ味濃いということは七味をかけてちょっとパンチを効かしております。さらにでこれも、近江牛コロッケということなんですが、なかなかのじゃがいも率でございましてですね、まあ和牛高いんでしょうね。これ1200円でこの、サービスエリアでやるということは、これぐらいが限界なのかもしれません。まあ言われないと近江牛というのはちょっと、判定できない可能性が高い、コロッケかと思うんですが、で、七味をかけた、お肉でご飯をいただいております。まあ美味しいんですけど、近江牛っていうこう何て言うんでしょうか、感じがね、ちょっとちょっと僕のバカ舌では判別できない感じでございましたが、でからしかけたら懐かしい味になりました。コロッケにからしいいですよね。そんな、サービスエリアでございました。まあまあ美味しいのですけれどもね、もうなんかもうそのまま焼いて食べたりとか、も塩とかで炒めて、焼いて食べた方がなんか近江牛って分かるんちゃうかなと個人的にはちょっと思ったりはしたのですが、いやいやということで、まあまあ美味しかったでございます。ということで今日食べたものをサクッとあげるチャンネル、今日のご飯チャンネル、チャンネル登録よろしければこちらでお願いします。それではまた明日です。ありがとうございます。この頃ロケが続きます。